翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも龍平です。よろしくお願いいたします。はい、本日はラガーズオープン戦 vs 東多摩ブレイカーズさんとの一戦をお送りいたします。はい、先頭バッターはラガーズ柴田さん。これは打ってピッチャーゴロ。はい、ワンアウトとなってしまいます。はい、2番には翔平が入ります。最近ね、翔平さん2番立つこと、まあ去年からですけどね、多いんで強打の2番打者としてガツンといってほしいところだが、これは1打席目はデッドボールで出塁となります。はい、3番バッターはウリュウさん。野球センスの塊ウリュウさん、さあどんなバッティングを見せてくれるか。はい、これがワイルドピッチとなり、翔平は2塁へ。はい、チャンスになります。初回からチャンスです。さあ2ボール1ストライクとなって、はい、これインコース外れてボール。さあこれはね、狙い球絞りやすいですからね。これがフラフラと上がった打球だが、これセカンドが落としてしまい、ファーストセーフ。この日ね、太陽、これ影を見てもらえば分かると思うんですけれども、めちゃくちゃ多分野手は見づらかったと思うんですよね。はい、4番柳中、これがフラフラと上がった打球だが、これがファーストがインフィールドフライですね。インフィールドフライでアウトなんですけれども、ファーストが落として、この間にランナーそれぞれ進塁となります。2アウトでランナー2、3塁となります。バッターには高橋さん、ユッキーさんですね。さあ打ってほしいところ、ユッキーさんベテランですよ。ベテランの味見せられるか。ただこれがフラフラと上がって、これも太陽で見えないんですけども、これキャッチナイスカバーですね。はい、初回チャンスも無得点となってしまいます。ラガーズの先発マウンドには谷田が上がります。先頭バッター、これポテポテと転がった打球をピッチャーしっかりさばいております。ワンアウト。はい、お次の2番バッター、これが上がった打球、太陽大丈夫か。これがポトッと落ちてしまい、内野安打となってしまいます。いや、太陽ってこれほんと敵ですよね。見づらい。さあランナースタート、これで打った打球は、はい、ファーストアウト。三塁には進まれずですね。はい、そしてバッターには4番ね、相手バッターの4番翔平でも活躍している村山さんが打席に立ちます。はい、こうやってね、まあラガーズ普通に日曜チームではありますけれども、こうやってやってると翔平の選手も戦えるのですごい楽しいですよね。はい、ただここはフォアボールで出塁となってしまいます。しっかり打った。5番バッターの打球は、はい、これはしっかりとセンターフライに抑えてピンチを背負うも、初回無失点に抑えております。さあラガーズの攻撃、バッターはムードメーカー6番の滝くんからです。はい、思いっきり振ってきますね。いいですね、鋭いスイング。滝くんもね、ここぞという場面で打つんで、本当にムードメーカー的な役割をすごい果たしてくれています。ただこれは外いっぱい決まってストライク、見逃し三振となってしまいます。はい、7番バッターにはチーム最年長の西澤さん、これは変化球泳がされて三振となってしまい2アウト。8番にはキャプテンの神田さん、3人で終わりたくないですよキャップ。はい、ただこれはピッチャーゴロとなってしまい、ファースト送球してアウト。この回はランナー出すことができず三者凡退となってしまいます。はい、お次のイニングもマウンドは谷田が上がります。これ三塁線、抜けてく。はい、あそこの隙間抜けてきましたね。ナイスバッティングですね。はい、ノーアウトのランナーを背負ってしまいます。さあここで送りバントきっちりと決めてくる。はい、ワンアウトランナー二塁となります。さあ抑えることができるのか。はい、これがショートゴロ、しっかりとさばいて、ただこれ送球合わずにファースト翔平さんがうまく取れず、これでランナー出塁となります。はい、シーンとなり、
ちょっとね、ひどくそらすんですけど、まあここがね、大宮憲法のキャッチャーとしてはいいところ、裏が狭いっていう、はい、これが上がった打球、ピッチャー谷がガッチリとキャッチ、ツーアウトです。さあ追い込んで、これが泳がせて、はい、レフトフライ。この回もピンチを招きますが無失点に抑えております。さあ9番のヒロト、1打席目です。ヒロトもね、固め打ちはするんですけども、出ないと本当に1本出ないタイプのバッターなんで、はい、これちょっと引っ掛けてしまい、ただこれはセーフ、全力疾走でセーフになります。こうやってね、諦めないことの大切さですよね。打ったら一塁まで思いっきり走る。はい、そしてこれがバントしっかりと決めます。谷田ナイスバント。これで、まあ、先ほどのね、相手の攻撃同様、ワンアウトランナー二塁というチャンスを作ります。さあバッター柴田さん、これがバッテリーミスの間にヒロトが一気に三塁へ。はい、チャンスですよ。犠牲フライでも1点の場面、叩きつけても1点の場面、ここは柴田さんしっかりと選びます。はい、ワンアウトランナー1、3塁となりますね。さあバッター翔平、1打席目はね、デッドボール、バット振ることなかったんで、思いっきり振っていきたいところ。さあここでスタート。はい、これでゲッツーなくなりましたからね。これは翔平さんも打ちやすいんじゃないかなと思います。はい、打ったー、よいしょー、ガツンと打ってレフト前に落とす。しっかりとね、振り切りましたね、打球はレフト前。そして2人目帰ってくるが、これはホームアウト。ただこれが先制タイムリーとなります。はい、ナイスバッティング。さあバッターウリュウさん、これが打って、ただこれはレフトフライとなります。ただこの回翔平のタイムリーで先制することになりました。ナイスバッティング。はい、お次の回もマウンドは谷田。はい、眩しい中、西さん、セカンド西さんがしっかりとフライをキャッチ、ワンアウト。はい、これがね、ちょっとフォアボールとなってしまいますね。谷田もね、いや、ボールはすごくいいんですけれども、これもフォアボール、うん、ちょっとね、ストライクボールがこの日はっきりしてましたね。はい、そしてランナー2人フォアボールで溜めて、これがポンと落ちる。はい、セカンドランナー帰ってきてホームイン、不運なあたりで同点となってしまいます。これもね、フォアボールからの失点ですね。ちょっともったいないっちゃもったいない、いいボールを投げてるのに、持ってるのにもかかわらずちょっともったいないですね。はい、これもね、落ちてしまいます。打ち取ってはいるんですよね、打ち取ってるんですけど、不運なあたり2者連続続いて、さあそして、はい、これが外いっぱいのナイスボール、ジャストロッキング、ナイスボール。さあ2アウトになりましたよ。ただ3ボール、やっぱちょっとね、ちょっと分かりやすいですよね、ストライクボールがはっきりしてる押し出しで勝ち越し点を与えてしまいます。さあ2ストライク追い込んで、これがフラフラッと上がった打球もライト前に落ちる。これがフェアゾーンに落ちて1点。そして2人目が帰ってきてしまう、2点タイムリーでさらに追加点を与えてしまいます。さあここで切りたいところ、これが2人がしっかりと取ってファーストアウト。ただね、この回一気に4点を失ってしまいました。さあバッターには4番の柳中。なんかね、去年は投打でチームを勝ちに導いてくれましたが、これがちょっと引っ掛けてしまい、サードゴロと、はい、セーフ。これもやっぱね、走ってるからファーストセーフになると、やっぱね、ダッシュって必要っすね、ちゃんと走るっていうのは。はい、これがおお、気迫のヘッドスライディング、セーフです。いいっすね、気合ありますね、谷中。はい、これ金属音が、はい、いいですね。いまだに金属バットを使っている高橋さん、ナイスバッティングです。さあムードメーカー滝、ノーアウトでチャンスだぞ。ファストランナーがスタート。はい、
いいっすね。これでゲッツーは投げられましたよ。ただこれはまっすぐで三振に、思いっきりね振ってるのはいいんですけどね。まあちょっとここは引っ張りでも叩きでもやってもらえたら1点も入ったので、はい。そして最年長西さん、はい、デッドボールです。一切痛がらず、さすが鍛えてるだけありますね、西さん。さあキャプテン満塁でキャプテンです。ただ上げてしまうが、上げてしまうが、これが落ちる。三塁アン、それを見て一気にホームイン。しぶとく落として1点を返します。はい、2点差になりましたよ。さあバッターはヒロト。1打席目本人はね納得いっていないんで、ここで1本出したいところ。はい、これしっかりと選んで押し出しをもぎ取ります。これで1点差です。なおもチャンス、このままね一気に畳みかけて逆転といきたいところです。さあバッター谷田、自援護することができるか。はい、1球目は打った、初球から積極的に打っていく。これがセンター、おお、ナイスキャッチセンター。まあこれはねでも犠牲フライには十分です。さあこれで同点になります。なおもツーアウト、ランナー1、2塁、バッター柴田さん。ただこれが内野ゴロとなってしまいます。まあでもねこの回同点追いついたんで、このままの流れで谷田頑張ってください。はい、先頭、これがはいレフトの前に落ちます。まあねヒットだったら打たれる分には全然、この後ですね、この後。はい、これがセカンドまずアウト、そしてファーストはこれはセーフですね。はいはいはい、でバスターで打って、はい、センターフライでツーアウトに。同点追いついた後ツーアウト簡単に取りましたが、ここがまあこれはねヒロト悔しがってもまあ仕方ないよ、これは。はいはいはい、これがねやっぱりツーアウトからのフォアボール、まあ塁を埋める形になったんで、まあいいっちゃいいんですけど。はい、そしてお次のバッター、レフト前へ落とす、レフト線か、レフト線へ落として、ホームはこれが送球がそれてしまう。1点返されます。ただこれ三塁にボールヒットで、これ良かったですね、しっかりその後アウトにしとってチェンジとなります。ただ勝ち越されてしまいました。さあ1点をね早めに追いついておきたいバッター翔平、これはセカンドゴロとなってしまいます。まずワンアウトとなってしまいます。はい、バッターウリュウさん、先ほどはラッキーな形で出塁しております。打った打球はショートゴロと、惜しいですね、ゴロねちゃんと打ててるんでいい打球は飛んでるんですけどね。さあ4番の柳中、打ったー、おほー、すげー打球、ナイスバッティング。はい、強烈なヒットで出塁となります。さあバッターはユッキーさん、さっきもね金属バットでいいバッティング出します。はい、そして谷中またも走りました。いいですね、盗塁成功。さあフルカウントで、はい、しっかりと選びます。これ長打が出れば逆転の場面、バッターはムードメーカー滝。さあ打ってくれ滝、これねフルカウントだったんですけど三振となってしまいます。5回も谷田がマウンドへ、これ先頭フォアボールちょっと痛いっすね。谷田もね、いやいいボールは本当に投げるんですけども、こういったコントロールっていう部分でちょっと苦しんでるかなと。はい、これがファースト候補へのフライ、ちょっとねお見合いしてしまいましたが、その後しっかりと処理してセカンドアウト、ワンアウト、ランナー佐藤、そしてひろと握り替えがなければな。いやでもねいいボールはいってますね、ひろとも。そしてカウントは2ボール2ストライク。はい、そしてこれ三振を奪います。ナイスピッチング。さあね谷田も粘りの投球を続けております。これがくる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 っとしたら球場がガッツリと掴んでファーストアウト、
本日はここまで。東山ブレイカーズさんありがとうございました。次回もオープン戦です。ヒロトがマウンドへ。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアッシャー、ジャーッ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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Keep doing it.